認知症のお父さんが車で大事故を起こした。そのお父さんを褒めてみたら状況が良くなってきた。これ何がどうなってるか興味ありませんか？親ケア .com。 介護アドバイザーの横井浩二です。親ケア .com 公式チャンネル、日本一わかりやすい介護講座、始まりました。今回のテーマはこちら、ヤフコメチェック、認知症で大事故を起こした93歳の父に褒め言葉をかけた理由とはです。ヤフーニュースの中には様々な介護に関する記事が載っている。そして多くのコメントが寄せられている。そのコメントを紹介しながら私なりの解説を加えていくという人気のコーナーになります。今回は歌手の森久美子さんが書かれた本の抜粋の記事なんですが、とても素晴らしい内容の記事でした。でもタイトルを見るだけだと不思議な感じがしますよね。認知症で事故を起こしたお父さん、93歳です。その人をなぜ褒めなきゃいけないのか、どちらかというと怒るべきじゃないのかって考えちゃうじゃないですか。でも最後まで見るとその内容、あ、なるほどそういうことかと、よくお分かりいただけるかと思います。ぜひ最後までご覧ください。この親ケア .com 公式チャンネルには介護に関する役に立つ動画がたくさん載っています。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画最後までいてよかったと思ったら、いいね、高評価ボタンもお願いします。さらにもう一つ、新しい動画の見落とし、見逃しがないようにベルボタン、通知ボタンのチェックもお願いします。それでは早速今回の講座をスタートしていきましょう。どうぞ。先日公開されたヤフーニュース、こんな記事がありました。認知症で全損の大事故を起こしても新しい車を買おうとする、そんな93歳の父親に褒め言葉をかけた理由。褒めるってどういうことでしょうかね。普通事故を起こした人に車を買い与えていいのか、この高齢の方にと思っちゃうんですけども、コメント欄の方にも様々な思いとか、自身の経験が書かれていました。この記事の執筆者、こんな方です。歌手、作家、タレントとして活躍されている森久美子さんですね。写真はオフィシャルサイトの方からお借りしました。オーマイダッド、父がだんだん壊れていくというお父さんについての介護の話、こういった本を出されています。こちらも概要欄の方に貼っておきますので、興味がある方はぜひお読みください。記事の概要です。記事の執筆当時、森さんは65歳。93歳の父が車庫入れに失敗する自損事故を起こし廃車に。人身事故でなかったことに家族は安堵、父にも大きな怪我はなかった。事故翌日から父はすっかり別人になってしまった。朝は起きられないし、着替えもしない。一日中パジャマで過ごしている。車がないからどこにも行けない。二言目にはしょげた様子でそうつぶやく。もしかしたら事故を起こしたことを忘れたのではないか。パパ、どうして車がなくなったか覚えている？いや、覚えていない。どこかぶつけたんだっかな。そうだよ。車庫入れに失敗して壊れたんだよ。覚えていないな。いつのことだ？パパ、昨日のことだよ。12月8日。ああ、そうだったな。真珠湾攻撃の日だ。分かっているように装うこの反応は、取り繕い反応という認知症の兆候の一つだという。事故の数年前から私は、携帯電話に知らない着信があるたびに、父が事故を起こしたと感じていた。母が亡くなってから40年近く、父が一人で暮らしてこられたのは、車で気軽にスーパーに行き、食料を調達できていたから、バスは1時間に1本、車によって父の生活が成り立っていた。車が廃車になったのなら、新しい車を買えばいいと考えている父、運転することは年齢的に決して許されないと私は諭した。その度に父は、人を引いたら大変なことになるとか、晩節を汚せないとか取り繕ってくる。取り繕い反応に騙され、親が認知症になったことに気づくのが遅れるケースは結構多いのではないだろうか。共通の知人と電話で話した後、父がかわいそうに認知症になったらしい。私が電話しても誰だかわからないんだ。なのに自分のことは全部自分でやっているって言ってるのだから、家族は大変だと言ってきたことがある。私は唖然とした。それってパパと全く同じだよ。事故から数日後、自宅で倒れた父。医療機関での検査やテストで血圧の問題があるほか、初期の認知症であることが分かった。ここ数年、自分本位な性格に変化していく父に悩まされてきたが、それが認知症という病気のせいだったなら、それに合った対応をしよう。
ある種の希望を持つことができた。認知症の父を支えて初めて1週間、睡眠もまともに取れず疲れがたまる。自分が頑張るしかという思い込みを捨て、子供に相談することにした。涙ながらに思いを吐き出す私に対し、冷静で的を射た助言をくれる息子。なんとなく面白くなくて、あなたにはわからないと言い返す私。そんな私に対して、丁寧に話を聞きながら、脳が今のことを記憶できなくても、忘れていないこともあるはず。それを聞いてあげるべきだと長男は言う。私は目から鱗が落ちた。こうするべきだと上から目線で父に物を言うのをやめよう。褒めて良いところを伸ばす育児法が年寄りにも応用できるかも。翌日実家に訪れて父になった私は、洋服を着ているんだ、偉いねと褒めた。何言っているんだ、寒いのに裸でいるわけないだろう。昨日まで車がなくなって出かけられないから着替える必要はないという理由で一日中パジャマだったことを忘れたのだろう。言葉を飲み込んで台所に向かうと、炊飯器から蒸気が上がっている。今度はお世辞ではなく本当に感激した。パパ、ご飯を炊いてくれたの、すごいね。いや、毎日やっていたことだからすごくはないけど。父は照れくさそうににっこり笑った。昔の感覚を取り戻しつつあるのかもしれない。父に役割を持ってもらい、認知症の進行を遅らせることができるのではないかと期待を持った。父が炊いたご飯を一口食べてみると、とても美味しい。ご飯を炊くのが上手だね。毎晩炊いてくれると助かる。いいよ、やっておくよ。お米を2合研いで水を入れた後に氷を2個入れてからスイッチを入れると美味しく炊けるのだと父流のやり方を教えてくれた。私も今度やってみるね。うなずいた父の柔和な顔を見て、褒める介護をこれからも忘れないでいようと思った。記事の全文はこちらで読んでいただくことが可能です。認知症で前走の大事故を起こしても新しい車を買おうとする、そんな93歳の父親に褒め言葉をかけた理由、壊れていく親を見るのは本当に辛かった。プレジデントオンラインです。素晴らしい名記事、本当に私感動したんですね。リンクは概要欄に貼っておきます。ぜひご覧いただければと思います。ではこの記事に対してどんなコメントがついていたか、まずは免許返納という部分についてのコメントです。読者の方の意見抜粋です。1つ目、私にも過疎地で一人暮らしをする母がいます。土地柄このお父様のように車の運転は手放せず、ついこの間買い物に行った際にスーパーの駐車場のカート置き場にあったカートに激突しました。ことの顛末はこのお父様と同様、母の短期記憶がなくて不明ですが、多分発進時に操作を誤ったのではと想像されます。怪我人がなくてほっとしています。示談はこれからです。免許を返納しない高齢の親を持つ人が、近い経験とか不安を持ってるんじゃないかと思うんですね。運頼りになっているのが実情ではないでしょうか。私の父も免許返納なんかとんでもないと、もうどんどん運転をしまくっていた。車の鍵を私が隠しても家中探し回って見つけるんですね。でそれで車を乗り回して、2回ほどバンパーがへこんだ車が車庫にあって、これは大変だってなったことがあります。で実際父の横で、助手席に私が乗ってる時にも大事故を起こしかけて、もう本当に危ないからやめろと言っても、いやいや今は運が悪かっただけ、大丈夫だよって。本人はのんきなもので実に困ったことを覚えていますね。読者の方の意見2つ目です。父は80歳で運転がおかしくなってきたのに気づき、85歳で返納し、万節を怪我さずに行きました。車は大好きでよく乗っていましたが、将棋とか歌とか他にも趣味があったからです。多趣味の凝り性、車しか楽しみのない高齢者の家族は大変だと思いますが、昔の人は車が憧れでしたので、暇と生活に余裕ができればまず車から始めます。自ら運転能力が低下した、それに気づいて返納したのは実にすごいことだと思いますね。で趣味がない、無趣味な親を持つ人は、できるだけ早めに親が元気なうちから新しい趣味を一緒に探すとか、共に楽しめる趣味を持つとか、そうしたことをお勧めしたいと思いますね。その趣味のコミュニティに親が馴染めるところまで持っていくことができれば、コミュニケーションも豊かになりますし、認知症予防にもつながってくるかと思います。読者の方の意見3つ目です。返納したらどこにも出かけられないという発想があるから返納したがらない人もいると思う。
ライドシェアを浸透させて、ゴールド免許と介護資格のある人はお年寄りのお出かけの際に乗せてあげられる。同じ病院やスーパーに行くときなどに、その距離分ライドシェアの会社が報酬を出すみたいにしたら返納も進むのでは。要介護の高い人は本職や介護タクシーに任せて、運転が心配なお年寄り程度の一般的な人の需要をさばくにはそちらの方が利便性が高いと思う。これはかなり有力な解決策じゃないですかね。公共交通とかタクシーが充実していない地方においては、結構いいアイデアじゃないかと思います。行政などでぜひ検討してみてほしいなって思いますね。ウーバーなどタクシーの配車とかをやってるところも、ライドシェアについての取り組み、今進んでるじゃないですか。それを加速させるっていうのはありじゃないですかね。読者の方の意見4つ目です。運転免許返納の問題は他人に被害が出る深刻な問題なので、親族が申請したら公安委員会か裁判所が判断するような、簡易な執行制度が必要なのでしょうね。基本的には私も同意見です。判断する際の基準も明確に決めておく必要があるとは思うんですけどね。定期的な運転技能や認知機能テストを行うほかに、周りの人が、この人危ないと思うんですと言った時に、テストを受けるように義務化したいと思うんですよ。その義務を果たさないと、免許を取り消しになりますよと、あるいは規定の点数をクリアできなかったら免許取り消しになりますよという形にすると、かなり効果が出てくるんじゃないかと思います。では次、認知症についてのコメントはいくつかありました。読者の方の意見、5つ目です。私の母は自尊心が強く、自分の思った通りにことが運ばないと気が済まない。認知能力がかなり低下しているので、心療内科で見てもらう作戦を立てました。私が言ったんじゃ反発する。自分から行くことにしたのとなるように、あちこちに相談しました。治療もですが、他の家族にも覚悟を持ってもらいたいです。本人もですが、家族も認知症ではないと思い込んで、協力的でないことが多いです。認知症の初期診断って本当に大変ですよね。本人がまだ大丈夫とか、自分をバカにするなと言って、もうなかなか素直に言うことを聞いてくれないケースが本当に多い。うちでも大変でした。診断受けさせるまでに半年ぐらいかかったりしました。やはりそこはいろんな作戦を立てながら、どうにかこうにか連れていけるようにしたいものだと思います。そんな動画も出しておりますので、この動画一番最後の関連動画紹介の方でご紹介したいと思います。で、家族に現状維持バイアスがかかるんですよね。うちのお父さんまだ大丈夫じゃないか、お母さんは昨日まで大丈夫だったから今日もたまたま調子が悪いだけで本当は大丈夫なんだ、明日からも大丈夫に違いない、親に認知症になってほしいと思う家族なんかまずいないわけですね。だから認知症じゃない部分を一生懸命探して安心しようとする。でも私よく言ってるんですけど、ギリギリセーフは大体アウトです。親が隠しきれなくなった部分を子供が見るわけですから、隠されているところにいっぱいやばいものがあるはずなんですよね。その部分を確信した上で親は病院に連れて行ってほしいなと強く思います。読者の方の意見6つ目です。父はすでに他界しており、子供は私と妹、2人とも仕事の都合で遠方に暮らしており、頻繁に様子を見に行くことができません。どちらかで母を引き取ろうと思い提案したのですが、母は癌として受け入れず、今の場所を離れようとしません。また自分が認知症の入り口にいるのを認めたくないのか、検査に行こうと説得しても絶対に行きません。相当頑固です。同居というのは私あまり賛成できないんですよね。子供側の負担が大きくなって生活がままならなくなってしまう、そういう可能性が高いと思うからです。引き取っての同居となると生活環境が親にとっては変わるわけじゃないですか。ガラッとそこで精神状態が悪化することもある。施設に入る時も生活環境が変わって親の調子が悪くなる。子供の家に引っ越してもそれはそれで悪くなることが多いんですね。そこからさらにまた施設の時にもう一回調子が悪くなることを考えると、実家からいきなり施設とステップの方が安心度が高いんじゃないかなとか、親の負担が少ないんじゃないかなと私は考えています。とはいえ、こうやって親に対してなるべくできることをしてあげようと考えること自体は素晴らしいことだと思いますし、でもそれを親が簡単に聞き入れるかというと、これは難しい話なんですよね。読者の方の意見7つ目です。
80歳以上になった、あるいは75歳以上で入院したら、地域包括支援センターに相談して、認知症かどうかを第三者に判断してもらうようにしないとダメだね。家族だけで判断すると発見が遅れる可能性がある。記事のお父さんが事故を起こした93歳以前に何かしら兆候があったはず。被害者がいなかったから良かったけど、万が一小学生の登下校の列に突っ込んだら、まあ、本当にこういった悲しい事故多いですよね。おそらくだけど、この森さんが書いていた通り、何年か前から何かあったら事故じゃないかって不安を感じるような何らかのきっかけがあったはずなんですよね。でもお父さんが生活が不便になるとかわいそうだからとか、これまでどうにかなっていたからとか、そういった気持ちがお父さんに対して免許を返納するべきだと強く出れなかった。口では言ってたかもしれないけど、無理やり免許奪うぞぐらいの迫力があったかというと、そこはやはり難しかったなと思います。この無理やり奪うというと、また言葉の端っこをとらまえてですね、親の心をないがしろにするのかとか、人としての尊厳を踏みにじるのかとか、そう考える人がいるかもしれないけど、自由であったりとか権利というのは、人の命とか健康とか財産とか、そういったものを奪ってまで成り立つものじゃないと思うんですね。みんながみんな平和で幸福に暮らす権利があるわけですから、それを侵害するようなリスクがある人は一定レベル自由が制限されること、これはもう仕方がないんじゃないかと思いますね。集団生活をしている以上、社会保障制度を維持する観点からしても、病気などのリスクが高い高齢者に対して健康診断とか認知機能テストを義務化する、私はこうするべきじゃないかと思うんですよ。そして早期発見早期治療することによって、より幸せに健康寿命を伸ばすことができるとも思います。こうしたことこそ政治の場、国会などで議論してほしいなと強く望みます。年齢に合った暮らしをするべきだというコメント、読者の方の意見8つ目です。90歳を超えて体は健康でも脳まで完璧なわけはない。耐用年数を超えれば誤作動や不具合は起きて当然。病院などない時代なら寿命は50年、逆を言えば健康なまま死ねる。現代社会では栄養状態や医療のおかげで70年ぐらいかな。その後も運転や仕事を続けるのは相当な努力が必要。それでも80年で限界かな。その後は健康で生きているだけで幸せだと思うよ。運転とか火を使うとか諦めた方が良い。90歳になれば一人暮らしは無理がある。もう本当に難しい問題ですよね。今まで通り暮らしたい、何も変えたくないという親の希望をいつどんな基準で諦めさせるのか、子供がどこでもう無理だよと介入するのかというのは本当に難しい問題です。いろんな条件もあると思うんですよ。地方であるのか都会であるのかとか、そうした本当に様々な条件の中で、家族関係の中で判断下しかない。でもやっぱり90歳超えて一人でって、で車で何でもどこでも出かけてますっていうのは結構危険な状況であるのは間違いないですよね。筆者の気持ちや行動に対して肯定的なコメント、読者の方の意見9つ目です。優しくてちょっとモダンでパパと呼ばれるのが似合う父に戻ってほしかった。ここちょっと泣ける。でも昔と今のギャップで余計にイライラしてしまうんよな。いやもう本当にこの気持ちわかりますね。私も母や父の調子が悪くなった時に、元に戻そうとか元より元気にしようって思いましたもん。そして親にも無理をかけて負担をかけて頑張らせすぎてしまった。自分自身も無理を通そうとして頑張りすぎてしまった。本当に反省しかないんですよ。無理を重ねて幸せになることなんてまずありえないんですね。元気だった頃の姿に戻ってほしい気持ちは痛いほどわかる。でもそれを諦めることこそが現実的な介護の第一歩になるんじゃないかと思います。読者の方の意見10個目です。良い記事ですね。現在90歳代の母を介護中で教員深く読みました。ほぼ似たようなものです。長谷川式は30点で先生もびっくり、私は困ります。言い方は悪いですが、ボケと認知の狭間にいる感じで対応が難しく、目の状態を観察しています。褒める介護は分かりますが、なかなか褒めるとこがなく、どうしてもきつく注意するもので、母から優しく言ってくれと言われる始末です。
長谷川式認知症スケールという、まあ、認知症の度合いを確かめるテストがあるんですけども、必ずしもこれだけで全てが分かるわけじゃないんですね。他にも時計描画テストとかいろんなタイプのテストがあります。手を変え品を変えいろんなテストをやってみるのがいいんじゃないか。この専門のお医者さんのところに行ってるんですけども、できたら別のお医者さんで別のテストを受け入れるようにしてもらうのも一つの方法だと思いますね。何がしか家族がおかしいと思っている以上、何らかの問題があるのはほぼ間違いないんですよ。で、特定のテストだけで全てが分かるわけじゃないので、いろんな角度から調べていく必要があるのかなと思います。そうした上で、別の次元の話としては、産んでくれたこと、育ててくれたこと、これはもう絶対的に過去やってもらった大きな恩ですよね。これについて感謝すること、産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとう、こういった言葉を伝えるというのは普遍的な褒めるポイントになってくるんじゃないかと思います。横井の意見まとめに入っていきましょう。記事およびコメントを読んで横井の思うこと。普通に考えればなんですが、90代の人の一人暮らしってのは高リスクですよね。個人的にはもっと早い段階で比較的健康な人が多い施設への住み替えを行った方が良いと思います。免許返納の判断をお父さん任せにしていたのも微妙な気がしますね。記事内でお父さんの取り繕いを指摘しているにもかかわらず、免許返納に踏み切らなかった、一人暮らしを継続していた、この筆者森さん自身がなんだかんだ言ってもお父さんまだ大丈夫だろう、そうした現状維持バイアスを抱えているんじゃないかと思います。できないことを責めるのではなく、できることを褒めるのは認知症の人との付き合いにおいて大いに役に立つことです。自力でそこにたどり着けたこと、これはものすごく素晴らしいことだと思いました。この記事で私何が素晴らしいと思ったかというと、森さん自身の悩みとか葛藤とか現状とかをとても読みやすい筆致でさらけ出してる、いい格好してないんですよ。それが素晴らしいとこなんです。だから本当に親の介護についてもやもやした思いを抱いている人は、ぜひこの森さんの本を買って読んでいただきたいと思います。私も介護の体験談を本出してるんですけど、私も隠し事ないように書こうとすごい気をつけたんですよ。ややもするとついつい格好をつけて、自分はこんなに頑張った、こんなに素晴らしいことをしたって言いたくなっちゃうんですよ。でもそこをぐっとこらえて、自分が失敗したこととかひどい目に遭ったことを素直に出せば、同じようなひどい目に遭う人が減るはずなんですよ。あ、先輩があんな失敗してるから自分はあの失敗を繰り返しちゃいけないって、あらかじめ心構えができるじゃないですか。そういった意味合いでもこの森さんの本は素晴らしい学びの材料になると思います。参考動画ご紹介します。まだご覧いただいてない方、ぜひご覧いただければと思います。高齢運転者と免許返納に、高齢運転者の自己評価は高すぎ、高齢運転者と免許返納4、免許返納を促す5つの説得方法、高齢運転者と免許返納5、免許返納の手続きと注意点。免許返納に関しては何本か動画を出してるんですけども、とにかく高齢者は一般的に自分の運転には自信がある、他の高齢者は免許返納するべきだけど俺は大丈夫だって思ってる人がすごく多いんですね。そのあたり、どういう形で親の能力を見極めて、必要な人に関しては免許返納に導いていくか、そのあたりについての動画ぜひご覧いただきたいと思います。脱無理な介護1、家族が無理する介護がダメな5つの理由。やはり無理を重ねていくとどこかで破綻してしまう。森さんも最初親のために自分が支えようと頑張ったけど、早い時点で無理だと判断してそれを諦めようと考えた、この早めの見切りっても素晴らしいと思うんですね。そこで無理に無理を重ねてどんどん深みにはまってしまう人が多いんですよ。そうならないでいただきたいなと思います。介護のお悩み Q&A、 親の大丈夫って信じても良いですか。もう親に元気か大丈夫かって聞いたら元気だ大丈夫だって答える、ほとんどの場合そうなんですよね。そこについ騙されてしまう。子供が不安に感じている時点で多分その不安は正解なんですね。その自分自身の判断を信じて、親が嘘をつくことを踏まえた上で、なるべく親を安心で安全で、そして自分自身子供側の人生も守れるような形、それを考えていただきたいと思います。子供が不幸になってしまう、子供が身を滅ぼしてしまっては大事な親を守る人がいなくなっちゃうんです。それ以上の親不幸があるものかと思いますね。
認知症の受診を嫌がる親を口説く4つのポイント。普通はまあ認知症の診断って嫌がるんですよ。それをどんな形で受診に導いていくのか。認知症介護が驚くほどスムーズになる感情のポイント制。認知症の親との付き合い方1、親が認知症に賢く付き合うハウツー。認知症の親とのコミュニケーションをどう取るべきかって話なんですが、簡単に言えば親の感情、気分が良くなることをなるべく多く言ってあげる。気分が悪くなるような注意をするとか、叱らなきゃいけない場合はその叱る理由を褒めるにつなげるんですね。私を産んでくれたお父さんが大事だからこういうことを言うんだよ、長生きしてねって言葉を添えたりすると、ある程度心の中で満たされるので素直に言うことを聞いてくれやすくなる、そういった特徴があります。かなり学びが多い動画になっているつもりです。まだ見ていないという方、リンクは概要欄にありますのでぜひご覧ください。今回の動画はいかがだったでしょうか。あまり頭ごなしに怒ったりしても認知症の方に効果が薄いんですよね。いかにうまくコミュニケーションを取っているか、そこら辺の工夫が子ども側に必要なんだと思います。親ケア .com 公式チャンネルでは皆さんからの質問やご要望にできるだけ答えていきたいと考えています。何かありましたら動画のコメント欄、X の DM、LINE の公式アカウントなどから私宛に問い合わせ、コメント寄せていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が参考になったら、いいねやチャンネル登録をお願いします。また、公式サイトには無料で役に立つ介護情報が満載。親ケアで検索してください。